ソニーモバイルコミュニケーションズエクスペリアエクスペリアエ,クリアエイクロ HDSO-03D ドコモウィズシリーズエクスペリアエイクロ HDSO-03D はソニーモバイルコミュニケーションズ製の NTT ドコモ向けスマートフォンドコモの第三世代移動通信システム端末であるドコモウィズシリーズの一つドコモネクストシリーズの SO-02C の後継機種新たに HDA 気象、デュアルコア CPU、防水性能を備えている。クシーには、機体王である。デザイン面では側面に、メタル調の線が配置されており、視覚的に、薄さを印象づける仕上がりとなっている。ドコモ UIM カードは通常サイズのものを採用している。グローバルモデルとして、Xperia イクロ S が発売された。ワンセグや赤外線通信を省き、 お財布形態の代わりに NFC が搭載されるなど細かな違いがある。2012年11月27日に Android 4.0、4へのアップデートが開始された。その他の特徴や au 版、is12s との違いは、x p e r i a A-Cl HD を参照。なお、本機は SO-02D と同様バッテリーの取り外しが不可能となっており、消耗した場合は、 優勝の預かり修理扱いで交換する形を取る。純粋なウィズの機種として、バッテリーの取り外しが不可である機種は、本機が唯一で、SO-A2E が登場するまでは、ネクストの機種も含めた、ドコモのスマートフォンとして内蔵バッテリーの交換代金が最も高額だった。グローバルモデルであるエクスペリアエイクロ S では、Android 4 1 2へのバージョンアップが行われたが、 本機種では行われていない。ソニーモバイル、海外市場向け防水スマホ、エクスペリア5、エクスペリア A クロ S を発表、IT メディアモバイル、ハットウィズのサブカテゴリーである、ディズニーモバイルオンドコモに属する P-05D は、NEXT の P-04D がベース。受信時、14Mbps、送信時、 5.7Mbps ドコモからのお知らせ。Android 4.0へのバージョンアップ。今後の提供時期を予備提供中の製品について。お知らせ NTT ドコモ、Xperia A-Cro HDSO-0、3D の製品アップデート情報。お客様サポート NTT ドコモ NTT ドコモより発売中の、Xperia NXSO-02D。 エクスペリアイクロ HDSO-0 3D アンドロイド4.0対応 OS バージョンアップのお知らせニューストピックス会社情報ソニーモバイルコミュニケーションズ ABCD エクスペリアイクロ HDSO-0 3D の製品アップデート情報お客様サポート NTT ドコモありがとうございます